うつみ式とかね、まあ、言うて精神構造分析法っていうふうに言うんですけれども、あらゆる病気に対して精神療法をやる、全てで、それが主軸で、も食事療法さえおまけ。お断りしますから、私自身がやる気がありません。あなたの生き方とか考え方とか根本的な問題がどこにあるかっていう考えるためだけにあって、そんなことをあなたにから微塵も感じないので、お帰りください。自分の承認欲求が満たされてないところはまた引き続き大人になっても残る。なんで虐待された子供がまた虐待したり同じ構造を築くのか。52年間ずっとそういう発想を持ってないってことなんですよ。私悩みの計画が崩れるから、ね、長男は苦しまなくなるじゃん。ふざけんなと思ってんのよ。すごくこう、なんていうんだよ、あったかい人だなと思って。僕だって、一般的に言うとクソ野郎ですもんね。売上が1位になって、さらにその後になんか売上1位の方を消したなんて、もう前代未聞ですよね。リトルナースかもしれない。リトルナース、全然リトルナースのかけらも見つかってこないよ。だからそこでそこまで間違えれるってすごい。自分のやりたいことを身代わりで体現させる、これ毒親のもう最たる行動パターンですね。自分が招いたものだから当たり前で、それを人に直してもらうのはふざけてるにほどがあるわけよ。その自分の深層心理というか潜在意識っていうか、まあ、そういうふうなものを見つめるみたいなのは完全じゃなくてもいいんですよね。だから僕も今回も完全できたとかちっと思ってないけど、薬物を飲ませてこう、はい、コントロールしようっていうその概念でやってる限りうまくはいかない。